Hello everyone! Thank you very much for joining the program! We're going to practice Al Gore's Nobel Lecture together. And in this video, I would like to briefly talk to you about the background of this speech and Al Gore himself. 皆さん、こんにちは。いよいよ始まりますね。アルゴアのスピーチ。アルゴアって誰っていう方もいらっしゃるかもしれないし、よく知ってるって方もいらっしゃると思うんですが、本当に面白いスピーチ。またそのバックグラウンド。これからいろいろ学び、続けていく中で英語プラスアルファのものがたくさん、勉強になるのが面白いところなんですけども、このビデオではまず簡単に彼はどういう人なのか、でこのスピーチはどういう中で行われたのかというのを日本語でお話しますので、まずは聞いてください。はい、アルゴアクリントン政権の時に副大統領を務めたことでももちろん有名ですし、そのクリントンが8年の任期を終えて、いよいよ次の大統領はという時にですね、2000年ですよね、アルゴアになったと。全米ネットワークで選挙の結果が一旦出ましたが、ちょっと待てと、共和党から出たブッシュの息子さんですねのフロリダ州での投票の差が非常に僅差であるということで、一旦結果が覆り、それから手作業で投票数を数え直すということが起きたわけですよね。そしてなんと最高裁で手作業はもうやめろという結果、これまた僅差な結果でね、出まして、600万人もいるフロリダの投票者の中で本当に数百人だけの差と言われてましたけど、まあ、いろんな問題があってね、投票の邪魔があったんじゃないかとか、この数え方がいろいろ違うんじゃないかとか、いろいろあった問題があったんですが、結局は最高裁が最終的に僅差でこれも、もう投票の手作業の直しをやめるということになって、ブッシュ大統領になったと。フロリダ州の州知事はブッシュの弟であったと、いろいろなことがある中でね、はい、大統領になれなかった人ということでも有名でありますが、実はこのノーベル賞のスピーチ冒頭で言ってますけど、私の人生はそこで変わったと。ノーベル賞ね、ご存知の通り、そのものができたのも実はアクシデントからであったと。アルフレッド・ノーベルという人が、本人は人類のためにと思ってやってたことが違うということに気がついてノーベル賞を作ったわけですが、1888年ということですから、ほぼ130年前ね、何かの間違いでお兄さんが死んだのに自分が死んだかのように新聞に出てしまって、でそこで新聞で叩かれてる自分を見て自分の人生を変えようと思った。その新聞が出たのは実際に自分が亡くなる7年前のことだったわけです。でそれを見てノーベル賞というのね、ものも作られたわけです。でこのアルゴアのスピーチもですね、7年前に私の人生が変わったと、はい、2007年ノーベル賞を受賞するその7年前、2000年ですよね、ちょうどこの日、私が大統領になれなくなった日だと。それが自分の人生を変えた日だというふうに始まるわけですが、はい、皆さんもご存知の通り、あの大統領本来はなってたらどうなってたのかとね、アメリカもねと言われているような、そのポイントから入るわけですが、大統領になれなかったゴアですけれども、そのことが彼が本来やりたかった地球温暖化対策に集中できることになったというふうに感謝しているわけです。2006年に出た不都合な真実、An Inconvenient Truth という映画でいろんな賞ももらった、映画そのものの賞ももらい、そしてノーベル平和賞を2007年にもらった時のスピーチがこれなわけです。でアルゴアに関してもいろいろ話したいことがたくさんあるんですけども、そうですね、まず単純に言って、彼自身若い時すごいハンサム、スーパーマンみたいなねルックスでしたよね。で知性に富んでハーバード大学にも行き、アメリカンフットボールやバスケットボール、体力もあり、そして語彙力もあったと。このスピーチで結構面白いのはですね、彼自身の特徴が現れてます。難しい単語もたくさん出ます。いろいろな人の、引用をします。彼の特徴であります。エピソードとしてあるのは、彼の言葉があまりにも難しいから政治仲間が彼と話す時には辞書を片手に持ってるというような、本当か嘘か分かんないような話もあるぐらい、まあ彼の独特な話し方が、まあ現れてるんですけども、このスピーチにも。お父様もね、上院議員で、お母さんが、アルゴアのお母様が女性としてはロースクール出た、まあ、初めの人
まあ、その部類に入る方で、とても素晴らしいご両親に育ったみたいです。本によりますと、お父様よりもお母様の方が政治家的だったというふうに言われてますが、農家を持っててね、テネシーの田舎、アメリカの田舎で農家を持ってて、でタバコも栽培して、そして議員にもなり、だからアルゴアが小さい頃には、夏休みはテネシーに戻ってくるんだけれども、それまではワシントン、お父さんについてホテル住まいだったと。だから両面を見てきたんですよね。でちょっと話がずれるわけじゃないんですけども、アルゴアの唯一いた兄弟、お姉さんが若くして46歳ですかね、肺がんで亡くなってしまうんですね。タバコを吸ってて、でそれまでタバコを栽培することに関して頑張っていたお父さんがピサッとやめてね、まあ、そういう人生の転機があったと。で彼自身もいろんな、そのお父さんの政治活動を通していろいろ見てるわけです。人種問題のこと、ベトナム戦争のこと、いろいろ見てきて、でも一番に彼が関心を持ってたのは地球そのもののこと、地球の自然、特に温暖化問題に関してはもうずっと彼は研究していて、で実際にクリントンじゃなくて大統領になった、まず最初に大統領になったのはゴアだったかもしれないと言われてるわけですね、言われてるわけです。ところが、まあ、ゴアが大統領にならなかった、で副大統領になったというのは、1989年に当時6歳だったゴアの息子アルバートが交通事故に遭ってしまう。でアメリカの大統領選ってもう何年もね、こう大変ですからね、地方を回ったりとかして、で彼はそれじゃないと、自分の大切なのは息子のことであるということで大統領になるのを一旦諦めた。ところがその4年後、クリントンが大統領になるときに副大統領になってくれないかと頼まれた。でその理由が、ブッシュのお父様があまりにも地球温暖化対策に関して、政策がなってないということでですね、そのために、それに戦うために実はアルゴアは副大統領になったんです。でそのまたね、8年後に結局ブッシュの息子に大統領選で敗れるという、まあ、そんな話になるわけですけど、アルゴアはこの先見性にも、ただ知性があるだけじゃなくてね、先見性にも富んでると言われてます。例えばご存知の方いらっしゃると思いますが、いわゆるインターネットが使えるようになった、このように使えるようになった、まあ、それを促進したのがアルゴアだと言われてます。当時ね、1980年代の初めぐらいにインフォメーションスーパーハイウェイって言葉があって、それをまあ、いわゆるネットのね、このどこでもネットにつながるという世界を築こうと思ってやってたのがアルゴアなんですね。で例えば地球温暖化対策に関しても、我々がよく知らない時代から LED を進めていたりとか、もう今ね当たり前のように白熱灯ではなくて LED、 蛍光灯ではなくて LED って使われるようになりましたが、まあ、そういうのをね、推奨したりとか、気象衛星を使って地球の対策、気象対策をするっていうのもアルゴアが推奨したもの、で、まあ、推進したものですね。でそういうもの、例えば撮ってみてもそうですけど、いろんなことに関して先見性があるのがアルゴアだと言われています。2006年の映画も実は当時の彼の、まあ、プレゼンをまとめた映画ではありましたけども、それまでの集大成になっているものなんですね。で2017年に出た不都合な真実のパート2も、それ以降またどうなってるのか、10年経ってどうなってるのか、映画だけではなく本もいろんな講演も、そしていろんな国際会議ですね、クリントン政権の時に進めていた京都プロトコル、京都議定書だけではなくて、例えばパリの会議だとか国際会議だとか、いろいろなところで世界のリーダーたちをまとめようと頑張っているのがアルゴア氏です。このスピーチ、話戻りますが、このノーベル賞のスピーチの中に出てくる単語やフレーズも、実は彼がその10年も20年も前から使っていたものがそのまま凝縮されて出てきます。非常に難しいスピーチとありますが、少しずつ練習していきますのでね、まずは全体のスピーチ、ノーベル賞の全体のスピーチ、20分ちょっとのスピーチをご覧いただいて、そして今回練習するところ、はい、冒頭部分ですけども、2分弱のスピーチを練習していきますので、それをちょっと見てください。
で、その後に私の方からまた日本語で朗唱の練習の仕方、このプログラムの構成の仕方に関してお話します。それではどうぞ。